英検面接に落ちる人の特徴、こういう人たちにならないようにして合格勝ち取りましょう。模範解答を研究してください。そう、答え方を知るってことが大事です。ここで始まりました、もちろんチャンネル。さあ、今回はですね、英検面接に落ちる人の特徴っていうのを話していきたいかなと思いますね。やっぱりですね、英検面接、舐めてる人多いです。適当に過去問やって、学校の先生とかに面接の添削とかしてもらって、やればなんとかなるんじゃないのって思ってる人が多いですね。そんなんだから受からないんです。TOEIC っていう試験はですね、高得点取れる人がいっぱい出てきてしまうから、どんどん難しくなっていってますね。TOEFL とか IELTS も難化していってます。英検、難化のレベルが低いですね。やっぱり対策が進んではいるので多少。だから難化してるなっていうのは過去も見ればわかるんですけど、それでもその幅が小さい。それはなぜか、できない人がいっぱいいるからです。きちんと対策をしてた人は取れる試験なんですよ。でもきちんと対策をしてない人があまりにも多いから難化させる必要がないんですよ。そう、舐められてんですよ。だからきちんと対策しましょう。がっつりとねした対策に関しては、まあセミナーやりますから、はい、そちらですね、概要欄とかチェックしてください。じゃあどういう人たちがその点数を下げているのかですね。こういう人たちにならないようにして合格勝ち取りましょう。まずですね、もう圧倒的に一番ダメな人、もう無言、ボソボソ、やる気ないですよ人間。無言っていうのが一番点数が低く出るものなんですよ。答える点数も低く出るし、そして態度点、これも低く出ちゃう。だから最低点を叩き出すことができるのがこの無言です。とにかくなんか喋ってください。わかんなくてもなんか喋ってください。これが最も大事です。まあ、同じようにもうボソボソブブブブブブブ聞こえなかったら当たり前ですけど何の点にもならないし、これもまた態度点最悪になっちゃいますから、とにかく何か言うっていうのを忘れないでください。考えてる時間わかるよ、あるっていうのは。でも何でもいいですか。 Well, let me see とか I've never thought about it とか何でもいいです。つなげてください。無言になっちゃいけません。その長い無言のせいで点が一気に下がってしまいますからね。もちろん聞き返すのはいいですから、 Can you say that again とかですね、 Sorry とかでもいいですからね。で1回までだったらね減点されないですから、2回以上やっちゃったら減点されちゃいますね。とにかく英検でほら自然な応答っていうのを重視してますから、オフィシャルのウェブサイトにも出てますよね。聞き取れなかった場合などは自然な流れの中で行われた英語での聞き返しなら減点の対象にはなりません。ただしそれが不自然に行われたり繰り返し聞き返したりした場合は減点の対象になりますって書いてありますから、それぞれの質問で1回聞き直すのはいいんですよ。でもね、2回以上聞き直したら減点されちゃうし、それも1回の聞き直しだったら減点されないのに無言があったせいで減点されちゃうとかっていうのもあるわけですから、とにかく無言を避けましょう。でこの時ですね、注意しなきゃいけないのはオフィシャルウェブサイトにも書いてあるんですけど、ゆっくり話してくれますかとか、これがわかんないですけどどういう意味ですかっていうのはダメですからね。それ言ってもやってくれません。ゆっくり読んでくれもしないし説明もしてくれません。まあ詳しくはねセミナーとか他の動画も出てますんで、そちらをチェックしてください。続いてですね、過去問研究が足りてない人。もうこれが、まあ一番多いんじゃないですかね。ほんと適当にやってますね、過去問ね。その過去問で、こうやって答えればいいかなとかって思って、で、学校の先生に言って、これどうですかね言ったりとか、ネイティブの人にやってもらうとかっていう、こう、ロールプレイすりゃいいって思ってるんですけど、それじゃダメですよ。まあロールプレイすることはいいことですけど、それじゃ点には結びつかないです。なぜかって。答え方知らないで勝手にロールプレイしてるだけでしょ？そんなの意味ない。じゃあどうすればいいの？過去問の模範回答を研究してください。どういう回答が正解になってるのか。それの特徴を知ってますか？過去問をいろいろ見てください。いくつも見て、その時の模範回答がどういう回答になっているのか見てます？何のポイントが必要だっていうの見てますか？だからこれいつも言うんですけど、例えば3級と準2級と準1級の答え方の違い見てみてください。情報量っていうのが重要になってくるんですけど、1文、2文、3文とかですね、文の量っていうのが、ね、必要になってくるわけですけど、そんなことも知らずに受験してる人すごくいっぱいいますね。でもアイデアが浮かばないんだからっていう人いるかもしれないですけど、まあセミナーだったりとかも他の動画も見てもらえればいいんですが、確かにアイデアっていうのはあるんですよ。でもそれだけじゃなくて、マジで答えの出し方知らずに模範解答なんか無視して面接受けてる人いっぱいいるでしょ。だからあれネイティブスピーカーなのにとかね、バイリンガルなのに落ちちゃったんですけど、いっぱい悩みきますよ。でその時に言うんですよ、じゃあどういう風に答えたのでやってもらう。そりゃあなた落ちるよと。あなたネイティブスピーカー、発音完璧、文法ミスも一個もない、でも情報量全く足りてないよと。そんなのも
12レベルの答えだよとかってね、順位級に受からなかった人とか言ったりするんですけど、自信満々でネイティブだからとかって行く人いっぱいいるんだけど、バイリンガルだからとか、うちの子は絶対受かるわとかって思って行くんだけど、情報量全然足りなくて、あ、もうダメ。それだから過去問研究が足りてないんです。そう、答え方を知るってことが大事です。研究して答え方知って受験に臨んでください。で、他によくあるのが、やっぱりもう自分のことしか喋らない、一般論のことについてね聞かれているのに対して、まあ、What do you think? どう思いますかとかっていうのに対して、自分の家族の例とかしか喋んない。違いますよ。それをね、具体例として置くのはいいですよ。でも理由に使っちゃダメですからね、自分の経験を。ペットは飼うべきですかとかっていうのに対して、いや私動物嫌いなんでとかって答えの、それ理由になんないですからね。だからこういう風にやっちゃってる人もいっぱいいる。これもバイリンガルの子が受けてダメだったんですよって言われて、え、そうなの、どんな質問でどんなんだったのつって全部聞いたんですけど、あ、それ全部自分のことしか言ってないから、それ全部点になんないよ、ボロボロだよ、やっぱりダメだったんですよ。ネイティブですよ、ネイティブなのに受からない。だから気をつけてね、自分の好みとか経験とかね、そういうのはダメです。こちらもね、ちゃんとセミナーとか他の動画でチェックしてください。まあセミナーですごく細かく喋りますけどね。で、次は致命的なやつですね。非常にどのレベルでも受かる可能性がものすごく低い人、それはですね、英語が聞き取れない。そう、つまり質問が聞き取れない、だから答えられないって人ですね。当たり前じゃんって思うかもしれないですけど、これでダメな人ってむちゃくちゃ多いです。だからこれ、あの面接一人一人のオンラインレッスンやってたんですけど、やっぱり一番合格させるのが大変だなと思うのがこれです。だって質問聞き取れないんだもん。でも I beg you a pardon の連発でやるしかないとかね、ネイティブに当たっちゃったりするともうダメとかってね、まあ下の級になればなるほど日本人が多いんですけど、時々ネイティブスピーカー来ちゃってもう聞き取れないとかってなっちゃうことはありますね。こういう人はどうしたらいいのか。まず単語です。単語力高めて、リスニング力高めなきゃいけないです。で、よくある質問とか設問のパターンですね、こちらも研究して分かっとくこと。あとトピックね、よく問われるトピックとかっていうのはあるので、まあ時事にちょっとね詳しくなっておくとか、日本のことに興味を持っておくとかね、そういうのも大事だと思いますね。やっぱこれが一番厄介だし、時間かかるから、やっぱリスニングできるようになるのってね、時間かかっちゃいますからね。続いて厄介なのがですね、もう型だけ覚えていく。これは中途半端に過去問研究をする人ですね。こう来たらこう答えればいいんだ。まあ人間っていうのはね、抽象化する生き物なので、もうこうならこうだっていう風に決めちゃった方が楽になっちゃうんで、だもうこう来たらこう答えるって決めちゃうです。でもそのパターンだけで来るとは限らないですからね。で、読んだものに対する答えはもうバイタス NG で答えなきゃいけないんだとかってね、決めつけちゃってる人、それで Why? なぜですかとかって聞かれてるのにバイタス NG で答えちゃう人とかね、中途半端に研究しててもうこう来たらこうっていう風に型に全部はめてしまう人ですね。それも合格するの大変です。なんでこういうのは気をつけてください。これもね、オンライン面接してすごくよくわかる。で、最後、これもね、河合塾の一番上のクラスでやってた時に、基本的に英語が喋れる人のクラスなんですね。自分も英語しか喋れないし。で、一人、準一級ダメだったんですよ。で、そんなわけないんです。だって、このレベルだよ。みんなできるんですよ。準一のレベルなんかもうはるかに上の人たちなんですけど、一人ダメだったって言ってて、なんでなんだろうなって思って、で、その彼、その授業中の会話をですね、注意深く聞いてたんですよ。で、あー、わかった。喋る時に、いちいち日本語挟むね。とか、それを英語と英語の間に入れちゃうんですよ。その癖があると減点されちゃうから、そう、日本語喋ったらもう自動的に減点だから、それでダメだったんじゃないって言って、あ、そういえば俺考えてる時いつもとか言ってたわって。だからね、そこを気をつけてください。これらが非常に重要なことです。あのね、マナー講座じゃないんで、英検なんかでも本当マナーのことばっか気にしてる。もうノックがどうたるとか、座り方がどうたるとかさ、天気と言いましょうとかさ、お辞儀しましょうとか、本当ネット上にさ情報がいっぱい書いてあるけど、そこじゃないですから。英語力とコミュニケーション能力を測ってる試験でしょ。まあもちろんね、いつも言ったけど、厳しそうな怖いおばさんがいるときは確かになんかマナーはやっといた方がいいですよ。あの人たちね、態度点厳しくつけやすいからっていうのは残念ながらあるんですよ。あるけれども、そこじゃないから。そんなマナーよりもあなたの喋ってる内容ですから、点になるのはね。そうだから、こういったことを意識してきちっとやってみましょう。まあ詳しいことをもっと知りたい方はですね、ぜひセミナーの方に申し込んでいただいたらいいんじゃないかと思います。はい、まあこれ見てる人は直前期の人が多いと思いますけども、はい、英検面接ぜひぜひ頑張ってください。応援してます。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。